ロナルド・ジョン・レニキーは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州ロサンゼルス軍、コビーナ出身の元プロ野球選手。左投げ、両打。現在は、MLB のロサンゼルス・ドジャースで、GM 特別補佐を務める。ドジャースや、ロサンゼルス・エンゼルス、ミルウォーキー・ブルワーズで、コーチや監督を務め、2018年シーズンから、ボストン・レトソックスのベンチコーチに就任。 2020年シーズンには、レッドソックスの監督を務めた。兄のゲリーも、ボルチモアオリオールズなどでプレイした元メジャーリーガーで、あり、その息子の女子は、コロラドロッキーズなどに在籍した元メジャーリーガーである。MLB ドラフトでは、高校時代から数えて、慶ほ度指名され、UCLA 在学時の1977年に一巡目で、ロサンゼルスドジャースから指名を受け、プロ入り。 現役時代は控え外野手として、実動8年間で6球団を渡り歩き、1988年に引退。引退後は、フルス、ドジャース、ロサンゼルス・エンゼルスでコーチを務め、2011年より、ミルウォーキーブルワーズ監督に就任。同年は、監督1年目にして、地区優勝に導く、見事な手腕を見せた。 2012年5月8日にブルワーズと2年契約に合意。2014年3月22日に2015年の球団オプションを行使することが発表された。2015年は5月3日時点で30、球団ワーストの7勝18敗と低迷し、同日に解任された。7月6日に第4回 WBC 予選のニュージーランド代表ベンチコーチを務めることが発表された。 8月17日より三塁コーチとしてドジャースへ復帰した。オフの11月18日に2016年シーズンより三塁コーチとしてエンゼルスへ復帰することが発表された。2018年シーズンからはボストンレッドソックスのベンチコーチに就任した。2017年、2018年シーズンにヒューストンアストロズが犯したサイン盗みで、 主導的な役割を担ったことが明らかになったアレックス・コーラに代わって2020年シーズンからは監督代行を務める。ただし、レッドソックスのチーフベースボールオフィサーであるハイム・ブルームは代行の肩書きについてサイン盗みに関する調査が終わるまでのものとしている。ブルームは調査の結果、レニキーについて悪い事実が 明らかになるとは思ってもいないが、進行中の調査は尊重しなければならない。調査が終了するまでは、代行とすることにしたと語っている。2020年4月22日に正式に、レッドソックスの第48代監督に就任したことが発表された。契約期間は1年間である。千二十一年、ドジャースの GM 特別補佐に就任した。ゴルフや釣り、 木工在庫を趣味としている。ありがとうございます。